さあまずはですねこちらの風船、こちらの風船を使って何か作ってみたいと思います。さあこれですね、何ができるのか皆様考えながらですねご覧いただけるのはとても面白いと思います。完成いたしましたっていうんで皆様の大きな拍手をお願いします。